アシュビン宗神及び彼らとウリ二つになったチアバナの三人の中から夫、チアバナを言い当てるスカニアアシュビン宗神は、インド神話における医術の神で、美しいウリ二つの双子の神とされる。名は、馬を持つ者のおいで、それぞれナーサティアとダスラという名を持ち、ナーサティアは、二神の別名としても用いられる。彼らは、奇跡的な治療を行い、結婚、人間や、 家畜の生殖を司るとされ、特に馬との関係が深く、太陽神や女神サラスバティと関連を持つ。普通、アシュビンソジ人は区別のつかない双子の兄弟の神だが、両親が異なるとも言われ、例えば、ディグベーダの一部の紙片では一方は、天の子で、一方は、スマカという人間の子であるとされる。これに対し、プラーナ文献では、太陽神、スーリアの妻が、 馬の姿で産んだことしている。元来は何らかの自然現象に由来すると考えられているが、その関連性は早くに失われたらしい。起源的には、インドイラン共同時代に遡る古い神格の一つで、起源前14世紀のヒッタイトとミタンニとの間で、締結された条約文の中にミトラ、バルナ、インドラと共に、ナーサティアとして名前が挙げられている。これは、アシュビン送信が、 アーリア人が崇拝した二つの神々の集団、アスラとデーバを代表する神であったことを示しているという。リングベーダでは、独立参加は50編以上あり、これはインドラ、アグニ、ソーマに次いで多い。アシュビン僧人は寿命を伸ばすことや、安産などの他にも、人々の苦難を取り除くことが祈願され、そこでは、アシュビン僧人が助けた神話的人物の断片的な神話が述べられており、 若返りで知られるチアバナの名も登場している。アシュビン宗人は、蜂蜜とも結びつけられ、蜜のしたたる無知を振るって、人々に需要をもたらすとされる。また、アシュビン宗人は、優れた居者とされ、わしの引く三座、三輪の車逃がし、太陽の娘スーリアーはその車に同乗するという、いくつかの文献では、アシュビン宗人は人間を癒すため、天界よりも人間界に長く泊まっていたので、 他の神々からはより低級中身とみなされ、神々の仲間に入れてもらえなかったという話がしばしば述べられている。マハーバーラタでは、アシュビンソーシ神がチアバナを赤返らせる話とともに述べられているが、シャタパタブラーフマナやタイティリーやアーラニアカでは、神々がクルクシエトラで行った大釘祭に結びつけられており、後者では釘が不完全であることを知った神々が、 アシュビン奏神に助けを求め、彼らは奏馬を得ることを条件に神々を助けたと、される。後世、アシュビン奏神の重要性は、薄れるが、マハーバーラタでは、パーンガバのナクラ、サハデイバや、ラーマーヤナで、ラーマ王子に味方したバナラの、マインドラ、ディビクの双子たちは、アシュビン奏神の子供とされる。ギリシア神話に登場する、双子ディオスクーロイとアシュビン奏神はしばしば退避される。 ナーサティアは、アベスターにおいては、ダエワとされ、新たに、ハルワタートアムルタートとして刷新された。中国の文献における最域の移民族、ウソンの現代中国語読みは、ウースウェンで、中期中国語では、オスウェン、古代中国語では、アスウェンとなる。これは古代インド語で、機種の複数形を意味する、アシビンに近く、ウソンの原名は、アシビンであったと推測される。 ありがとうございます。